年1年を戦ってきた30人の桜の戦士が勢ぞろいしました。さて、それではまずはチームを代表しまして、大阪サッカークラブ株式会社代表取締役社長藤田信義より、サポーターの皆様に一言お礼を申し上げます。藤田社長、よろしくお願いいたします。よく並んでたよ。こんにちは。セレッソ大阪の藤田でございます。昨日はお疲れ様でした。そして昨日をもって1年間リーグ戦は終わりました。また新たにこの後17日から天皇杯で ACL を、意識して戦いたいと思います。今日はファン感謝デーということで、盛りたくさんの企画と、そして、たくさんの抽選会のゲームを用意しております。この後選手と一緒に今日は一日、戦い忘れ存分に楽しんでください。そしてまた17日から天皇杯引き続き始まります。ご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして2011年セレッソ大阪キャプテン森岩選手より、今シーズンを振り返って皆様に挨拶を聞いてないよ、今初めて言いましたので、よろしくお願いいたします。ちょっとしますよ、リアクションが良かったですね。これどうぞ。こんにちは。今年1年応援ありがとうございました。先ほど社長からも言われたように、今日は戦いを忘れて皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、今日1日よろしくお願いします。ありがとうございました。聞いてないよとおっしゃってましたけども、アンバサダーどうですか、今のキャプテンの挨拶。いやいや、もうしっかり準備されてるなっていう感じがね、今日ね、森岩選手のね、いつもに見られない笑顔がどれだけ見られるか、それがちょっと楽しみですね。楽しみですね。